余計な詮索はしないことだ。失いたくないだろ、大事なものは。ああ、そういうの無意味ですから。俺には家族もいないんで、大事なものなんてそもそもないんですよ。だから脅しは効かないんです。よう、俺を止めたきゃ俺のところに直接来いってこと。